はい、よろしくお願いします。福岡佐賀小倉南でドラムのレッスンをしております大竹と言います。よろしくお願いします。最近ちょっとですね、この上にいることが多くて出演が少ないはるちゃんをちょっと久々にちょっと癒やしで登場する。はるたん、あら、かわいい、あ、かわいい。はるちゃんだった。あ、はるちゃんだ。おお、はい、というわけでそろそろレッスンしましょうかね。はい、というわけで福岡佐賀小倉南でドラムのレッスンをしております大竹と言います。よろしくお願いします。遠方にお住まいの方もですね、 LINE のビデオ通話レッスンと、YouTube の限定公開動画レッスンで僕のレッスン受講できますので、福岡県外の方も、ぜひ下記概要欄からホームページをお問い合わせください。またですね、上達に向けての練習のメニュー組み、そして目標の設定とかに悩んでいる方はですね、上達プログラムコーチングレッスンというのを始めましたので、そちらもですね、ぜひ、ご受講ください。それも下記概要欄やホームページからですね、お問い合わせください。というわけで、まだコロナの自粛が続いていますね。自宅で、ご受講の方で、特に最近遠方の方とかとオンラインレッスンしてよく聞くのが、やっぱり福岡県外も結構スタジオが閉まりだしてますね。休業になって本当にスタジオで練習できない状態になってきました。で、基本的にはまあ僕の生徒さんたちはテキストとかですね、チェックシートとかのメソッドを進めてもらうと、まあ間違いなく上達できるんですけども、まあこの機会にですね、ただ家でねいてちょっといつもより進みが遅くなるだけだったら悔しいので、まあ、今しかできない練習をということで、まあ、普段メソッドの中では曲優先できているのであまりやっていないドラムソロをやっていっております。まあ、ちょっとね、前回までを見てない方のために少しお話ししましたが、今回でドラムソロの自宅レッスンは3回目になりますね。まあ、キッズのレッスンとちょっと交互にやっているんですが、今回のナンバー3はですね、まあ、ひとまずこういう譜面になりますね。ちょっと先にまず、ここの2列移してください。今回は A、A、B、A' という構成になっております。ですね、この A' の最初、タタタタ。これが、基本のリズムと考えると、A のこのタタタとタタタタっていうのは、リズムの性質がほぼほぼ一緒なんですよね。何が一緒かっていうと、一番最初にも一番最後にも音がありますよね。一番最初にも一番最後にも音がある。で、これがポイントなんですよね。最初の始まりの音と終わりの音があれば、この間の音はいろいろいじくっても音符の基本的な性質が変わらないんで、つまりお客さんに与える印象っていうのはもちろん違うんだけど、要は繰り返してる感じ、一貫性を感じるんですよね。これとこれの変化系。ちなみに、これとこれの変化系もある程度一貫性を感じます。これとこれの変化系、つまりこれとこれの変化系もある程度一貫性を感じるんですよね。要は頭とお尻が合っていれば、間の部分はある程度変えても、お客さん的な、あ、ちゃんと繰り返してるな、音楽になってるなという感じがします。なので、この A のフレーズと A' のフレーズは性質がほぼ一緒なんですよね。なので、こんな風にちょっと変えてみてもいいと。一番最初のドラムソロナンバーワンのレッスンで AABA の構成のソロをやりました。AABA でもいいんですけど、AABA よりもこの AABA' の方が、まあ、より音楽的で、最後ですね、少し押す感じというか盛り上がる感じができたりとか、ちょっとした変化を訪れるので、聴いてる方もまたさらに楽しくなります。というわけで、ちょっとより高度な構成 AABA' に今回調整します。で、まず、ここの2列を移しますよね。その次、ここの部分また後で説明しますが、A、B、A' の変化形が書いてあります。で、ここにも A、B、A' の変化形が書いてあって、最後にちょっと総合練習みたいなドラムソロを僕は作ってみたので、ここまで行き着きたいんですが、ですね、まずですね、この3列の塊を書いてください。ここを書き終わったらこの3列の塊を書きます。僕の説明聞く前にもう書いちゃった方がいいと思いますよ。で、僕の生徒さんたちはプリント送ります。はい。で、このまた3列書いてみてください。僕の生徒さんじゃない方はもう書くしかないので、書いていただいた方がいいと思います。はい。で、結構これは取っとけばですね、自分の財産にもらって。で、最後ここに、こう、2小、あ、2列移してもらって。ぜひ書いといた方がいいと思います。中腰。というわけで、
まずはですね、一番最初に書いていただいた最初の2段のところを、叩いてみるんですが、また上にカウントが振ってありますね。赤字で書いてあるところが叩くところで、間の、黒字で書いてあるところは叩かないところです。で、基本的なルールとして、1、2、3、4、表の音は右手。1、N、2、N、まあ僕はプラスで書いてますけど、1、N、2、N、プラスマークで書いてあるところは左手でやります。ってやると、今回の AA、BA はこうなってますね。1、2、3、4、1、N、2、N、3、N、4、N、これだけを繰り返してても結構面白いですよね。みたいな感じで、これだけでもなんかちょっと面白い感じがする今回のソロなんですけども、これ、今まで8分音符の単位だったんですよ。なんで、まあ、正直に8ビートから今のソロのリズムに派生するとこんな感じになります。感じでちょっとあまりにも遅いんですよね。間が空きすぎてると、これはちょっとさすがに聞いてる人も何この時間何みたいな感じになっちゃうと思うんですよね。で、なのでまあ今までのナンバーワンツーの時は模範演奏の時は8分音符の単位じゃなくて16分音符の単位、つまりもう一個ちょっと早いパルスでやっちゃってたんですけども、本来真正直になると今みたいに遅いソロになっちゃうんですよね。でこれだとさっきも言ったように間が持たないと、というわけで間が持たない、間が持たない、じゃあ間を埋めちゃおうということで、今回から何回かにわたって間の埋め方のアイデア、そして移動のアイデアをやっていくんですが、まず今回ですね、ちょっとプリントの特性上ここでワンセットになってます。はい。で、まずこれが A のリズムでしたね。これ同じですよね。A のリズム。タンタタタ。で、これ、下のこの部分、この16分音符で書いた部分をやるんですよ。これ何してるかっていうと、音符に当たる部分、この元々のリズムメロディーに当たる部分はハイタムを叩きます。で、タとか、うんとか、音が伸びてたり、休みだったりする部分は全部ですね、スネアドラムのシングルストロークを埋めるんですよね。で、もともとこのリズムは8分音符と4分音符のタイミング、つまり、1、E、エンダーのところしか叩いてないので、右手しか使わないんですよね、本来。なんで、間を埋めるってなっても、あ、間を埋めると、その移動する部位とか音符に当たる部位は右手しかないんです。なんで、超簡単なんですよね、読み替えが。タンタタ、歌は、とかとか、とかたか、とかとかたか、とかたかたかになります。たんたた、うた、なんで、たん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 。こういうことになりますね。伝わったでしょうか。で、まずこれを、家でパッドしかない方は、音符に当たる部分は縁で、それ以外のところは全部、パッドの真ん中で埋めると、たん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 、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、って感じになります。トカトカトカタカトカトカタカトカタカタカ、もう一回やってみます。トカタカトカトカタカトカタカタカ、まずこれをできるようにします。っていうのができるんですよ。でそしたら次、この B のパターンいくんですよね。で B のリズムはうんたたたたたたたで、タカト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 カタカトカになりますよね。ここの部分見てください。でこれをパッドでできるようにするわけです。これが B ですね。3、4って感じします。で最後 A ダッシュがここですよね。 A ダッシュのリズムはタタタタウッタだったので、トカ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 タカトカタカタカになります。 A ダッシュも練習してみるとって感じになります。で今回は AABA の構成なので、 AAB、 あごめんなさい、 AB ダッシュですね。 AABA ダッシュ、また間違えてるね。 AABA ダッシュ、 AABA ダッシュ、この構成でやってください。はい、
なので A2 回やって B やって A ダッシュやればいいんですよね。ちょっとせっかくなんでこれでやってみると 3,4 もう1回8分音符で叩くよりも間が埋まってる感じがしますよね。まあこれだけでも成立しそうな感じに聞こえると思います。でこれをまあ今普通に音を叩き分けやってみたやつはちょっとアクセントでもやってみようということで、もう一パターンがこっち面に書いてあります。同じですね。 A A B A ダッシュ。これはどういう読み替えの仕方してるかというと、音符に当たる部分はアクセントいただきます。音符以外の部分、間もしくは休符の部分はノーアクセントを叩きますというのがこっち面のパターンになりますね。まず A のアクセント読み替えパターンやるとこうなってます。 C and the 4 E and the タクツクタクタクツクタクツクツクっていうパターンになりました。じゃあ次 B のパターンやってみます。 C 4次 A ダッシュ C4 タク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 っていう感じになります。でこれも AAB A ダッシュの順番だと C4 タこれも速いテンポでやったらもう十分これだけでかっこいいです。例えば足しぼ音符をキープしながらやったりすると、もう一回行かせてください。っていう感じになります。もうこれだけでも結構成立してる感じしませんが、まあちょっと電子ドラムでやるとあんまりこうオープンリムショットの音がしないんであれなんですけど、本物のドラムとかだったら。これだけでも結構熱い感じのソロに聞こえますね、はい、っていうのがこの5段目までの内容なんですね。まあここら辺がそういう基礎練的な感じです。で今度ここが面白いんですが、音の長さ音感によって叩くパーツを分けてます。四分音符の長い音符の場合は右手の移動はフロアタムに行ってください。で、まあ、間は相変わらずスネアで埋めるんですよね。で、音感が短い8分音符のところはハイタムを叩きます。で、相変わらず間はスネアで埋めると。で、これは8分音符から4分音符に伸びる帯ですね。もちろんこれも長い音符なので、フロアタムに行きます。つまり、長い音符、つまり4分音符以上の音符はフロアタムで。8分音符の場合はハイタムで、間は全てスネアで埋めるっていうアイデアなんですね。でパッドで練習する場合はフロアタムは手前の縁を打つ、ハイタムはそっち側の縁を打つっていうのでやると A はこうなります。 C and the 4E and the もう一回いきます。電子ドラムある人はっていう感じになりますね、はい、でその次 B のパターンはこうですね。 C4 タカ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 カタ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 カですね。これちょっと余談なんですけど、ね、G と音符はね、結構自分で言うのだけど優秀な人ほど下手い気がするんですよ。先生とかでもなんだけど優秀な人ほど下手いよみたいな話を聞くじゃないですか。なんか頭がいい人ほど G が下手くそみたいな。うちの父は頭がいいんですけど、すごい頭いいんですけど G めちゃくちゃ下手いんですよね。それもあってなんか自分が G が下手くそなのも、いや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 、まあ G は
下手な人頭がいいかとかって言ってたんだけど、やっぱね、字と音符はね、綺麗な方がいい。まあ、早く書くっていう意味では汚くてはなんだけど、やっぱ、綺麗な方がいいです。もう見づらいもん、これ。ちょっとね、練習してるんですけどね、レッスンの時とかも気をつけて書いてるんですけど、まだに汚いんですよね。もう講師歴をもうすぐ7年目なんですけどね、もう全然治んないね。才能かもね。絵も下手だしね、とかって。まあ、それはどうでもいいんですけど、A ダッシュ行きましょうかね。A ダッシュですよね、次。A ダッシュですね。いきます。3、4、もう一回いきます。3、4、はい。というわけで、これもちょっと、ドラムセットに展開してやってみるんですが、まず A のパターンは、C、4、B のパターンが、C、4。で、A' のパターンが、C、4。という感じになります。じゃあこれをまた AABA の構成でやってみると、ちょっと最初はゆっくりやるのかな。 C4 って感じになりますね。ちなみにというか、実を言うとですね、僕は今もうここを見て演奏してるんですよね。こっち見た方が見づらいんですよ。で、僕の音符書くのが汚えからじゃなくて、単純に入り組んでて見づらいですよね。で、こういうのバッと譜面で初見で叩くっていう能力は結構いるんですよ。僕結構好きなので、いろんな教本を初見でバーっと読む練習とかしてるんですけど、そういうのやってない限り、こうやって書かれると、ん?ってなると思うんですよね。一瞬、ん?って。特に僕たちアドリブ音楽でやってるので、ポピュラーミュージックは。なので、これをですね、見て頭の中でルールだけ作って読み替えるってやり方にします。今のルールは何かっていうと、長い音符はフロアタム、短い音符はハイタム、その間は全部スネアで埋めるっていうルールだけ頭に入れて、ここを見ながら叩けるようにする。これが結局シンコペーションブックとかの読み替え練習、最終的にこれになるんですけど、これのいいところは譜面をパッと見やすいっていうのと、いろんな発想が浮かびやすいっていうのと、メロディーを軸にしていろんなフレーズに変換するっていうようなソロができるって、まあ、いろんな音型があるんですよね。なんで、最初の時も言ったかもしれないですが、まずは、ここを見てじっくり練習してもらってもいいです。で、最終的には、ここを見ながら、これができるようになるというのが、まあ、目標ですね。はい。で、ちょっとせっかくなんで、もうちょっと早いテンポでもやってみようかな、今のパターン。という感じになりますね。なんか芸人さんのネタとかでありそうなリズムのラインですね。その次はこっちの方を見てください。今回は音符の部分、これ音か関係ないんですよね。とにかく音符の部分はクラッシュ&バスドラムで、それ以外の間の部分、音が伸びているところや休符のところはスネアドラムで埋めますっていうのの、これが A パターンですね。ジャカタカ、ジャカタカ、ジャカタカ、ジャカジャカタカ、ジャカタカタカ。で、B パターン。タカジャタ、ジャタジャタ、ジャタジャタ、タタジャタ。で、A ダッシュパターン。ジャタジャタ、ジャタジャタ、タタジャタ、タタタタ、みたいな感じ。で、ご自宅でパッドで練習される方は、その音符に当たる部分、クラッシュ&バスドラムは、まあ、足はこう、中でやるしかないけど、パッドの縁叩いてもらって、ジャッタッタッみたいな感じで。これで A のパターン練習すると、スイッエンダー、ホイッエンダー、うん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 。もう一回いきます。ちょっと大げさな足振ると、うん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 。B のパターンやると、スイッ、フォー、うん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 。っていう感じになります。A ダッシュのパターンやると、スイッ、っていう感じになりますね。で、これも AABA でつなげるとこうなります。
感じで使うと、まあこれもちょっと熱い感じの揃いになりますね。で、最後、一番下に、これの混合みたいなパターンを書いたんですが、これですね、長い音符、四分音符はフロアタムに行きます。で、短い音符、ハイタム、これ A のパターンですかね。これをイメージしながら見てくださいね。もう一回言いますね。長い音符、四分音符はフロアタムに行きます。短い音符、ハイタムに行きます。ただ、ここの部分、クラッシュ&バス台になってますね。なんでかっていうと、これズズズズっと上を見てもらうと、これって8分音符たす4分音符なんです。つまり4分音符よりも長いですね。で、ちょっとここで問題。8分音符たす4分音符を1個の音符で書き表すなら、何音符を使えばいいでしょう。これがパッと答えが出ると素晴らしいですね。普天四分音符になりますね。こういう書き方しなくても、普天四分音符でも書いて構わないわけですね。普天四分音符当たり前ですが、四分音符より長いです。つまり四分音符より長い音符はクラッシュ&バスドラムに行きます。もっと長いイメージ。この音よりも、この音の方が長いですよね。っていう感じで言うと、音の長さを表現してるわけですね。で、これでもう一回 A と。で、もう一回 A と。で、B のところも同じルールで、8分音符はハイタム、四分音符はフロアタム。で、間は全部スネアで埋めると。で、最後もこれですね。8分音符はハイタム。4分音符はフロアタム。で、4分音符以上、普天4分音符、クラッシュシンバルなんだけど、あれこれなんかハイハットオープン出てきてるぞってやつなんですが、ここだけですね、ちょっと音の機能を使って、この部分、シンコペーションだけど、要は 3N のところで音が終わってますよね。で、次に音がないです。ただこれは 3N の音符が伸びてるわけじゃなくて、あ、ごめんなさい。2N の音符が伸びてるわけじゃなくて、3のところがお休みなんですよね。つまりこれは、普通のシンコペーションとかリードトーンではなく、ピリオドです。なので止まるニュアンスを出すために、ハイハットオープンのスタッカートにしました。トカトカトカ、ドタタカ、ジャタタカタカって音にしてます。ちょっとこれ難しいですけどね。これちょっと、このパターンでやってみると、最後のところが結構難しいと思います。ただもうこれ結構普通にドラムソロとして使えるんじゃないですかね。っていう感じです。で、これも上見ながらやった方がいい。そうですね、やっぱやりやすいですね。で見た方がやりやすいと思いますね。今回はこんな風に16分音符で間埋めるっていうパターンやってみました。もうここまで結構王道なんですね。で、例えばダブルがうまく使える人は全部間のスネアをダブルして、ちょっと鬱陶しいですけど、こんなようなことをやってみてもいいです。たまに。ところどころだけダブルにしてみるとかっていう風にしても、かっこいいソロが作れます。今回 AABA' の構成を使って16分音符埋めの、ドラムソロのパターンをいろいろやってみました。で、ここもちょっとリズムが変化していったりとかテクニックを変化していったりするんですが、まあ基本的なコンセプトの話はこのナンバー3までっていう感じですかね。ここまでがなんとなく僕がやろうとしていること、やっていることが理解できていれば、まあ、後の展開系もふむふむとついてこれるかなと思います。はい。というわけで、まあ、今回もですね、かなりぶっ飛ばして内容を進めているので、もう自分のできるとこまでをよく練習してもらうのがいいかなと思いますね。で、まあ、余力があれば、下の方に下の方に。全部できたらよりいいなという感じでやっております。はい。というわけで、ドラムソロ第3回目でした。お疲れ様でした。